全国最強金運神社、2023年金運神社、パワースポット、7000、金運アップ。2023年、今年こそは金運を上げていきたい、と思う方も多いのではないでしょうか。金運アップを願って、金運のご利益がある神社やパワースポットを訪れてみましょう。神聖な場所で気分もリフレッシュして、運気をいただきましょう。今回は全国の2023年金運神社、パワースポットをご紹介したいと思います。1、千葉県、阿波神社。金運、縁結びのご利益があるとされ、日本三大金運神社の一つとされています。主祭神の、雨の太玉の御事は、あらゆるものを生み出す三行創始の神様、日本列島を竜に見立てると爪の部分に当たることから、運気を掴んで離さない、と言われます。2、埼玉県、聖神社。日本最古の流通貨幣、和道開珎にゆかりのある神社で、お金に不自由しない、と伝えられる銭神様が祀られています。境内には高額当選など願いが叶ってお礼参りに来た参拝者の方々のコメントが多数飾られています。3、茨城県、坂津良磯崎神社。宝くじが当たると言われ、金運アップのパワースポットとして有名な神社です。幸運の亀を撫でると宝くじが当たるご利益があると言われています。大洗磯崎神社と2社で1つの兄弟神社なので、両方に参拝することをお勧めします。4、山梨県、荒谷山神社奥宮。日本三大金運神社の1つとされる、富士山2合目に佇む小さな神社、ご縁がある人しかたどり着けない、と言われるほどで、11月下旬からゴールデンウィークまでは道が閉鎖されてしまいます。奥宮に行く前に本宮をまず参拝しましょう。5、宮城県、小金山神社。石巻市の離島である金華山に鎮座し、3年連続でお参りに行くと、一生お金に困らない、と言われる神社。島全体が神域であり、鎮座する小金山神社の御祭神は黄金を生み出す神様です。島には約500頭の日本鹿が生息していて、神の使い、として大切に保護されています。6、石川県、金剣宮。日本三大金運神社、の一つで、経営者や投資家がこぞってお参りする神社、境内社である音剣社が最大の金運タワースポットと言われ、お参りをすることで自分のエネルギーの流れが良くなり、お金の循環も良くなると言われています。7、東京都、小網神社。強運厄除けの神様、として人々に親しまれ、強運や厄除け、金運にご利益があるとされています。境内の、銭洗いの井、で金銭を清めて財布に入れておくと、財運を授かると言われています。あなたの運気がアップしますように。